E の4か3が黒くなってるんで、E の1のコンボスキル使えないですもんね。なんかエントも来たわ。コリアさん、ディートリヒのためだけに、コレクションガチャ引くのありですか？うん、なるほど。コリアさんが課金できるかどうかっすよね。課金もしできるんであれば、ディートリヒ1点狙いよりかは、ちょっと1000円ぐらい出して課金して、ストラクチャーセットで、あいつ買った方がいいっすね。なんだっけ。タクハタチジヒメ、サクッと買っちゃった方がいいっすね。大勢さん、最近初めて、ダイヤ隊、おめでとうございます。しっかりとダイヤ隊に、突入していく。いきなりそれ強くない？ちょっとリーダーはやめてほしいけど。オッケー、なんとかリーダー回避しましたが、重めのキャラクター2枚呪われてしまう。いや、これどうする？さすがにどっちかは捨てるか、捨てるっていうかリリースするか。いや、リュミエット、まあリーダー呪われるよりかはマシか。まあ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 、これでいきますか。サギリ打ってきまして、サギリでしたよね。ですね、相手 X に対してどうしようかな。お、一条来た。いや、どうしよっかな、これ。さすがにリュミエットもう出しちゃっていっか。いや、リュミエットもったいねえけどな。いや、呪い抱えてるよりかはマシか。ちょっと、いきますわ。さすがに。リュミエット打って、で、相手が X 来たらそのままつなげちゃっていっかな。B の3でも繋げていいかもしれないですね。OK、守護者取りましょう。で、逆にちょっと早めのリミエットを F の3に置いたんで、次、現逸を E の4に置きたいかな。いや、種類揃えるか。ともるくん。これむずいっすね。宗次郎を A の2に置くか。いや、宗次郎コンボスキル別になんだよな。多分こっちかな。むずいっすね、ここは。でも E のようにある程度コンボスキル強いキャラクター置かないと、そんなに熱いなんないんで、これでいきますか。まあ、でも、ともるくん引いてるのいいっすね。こっちの手筋はほぼほぼ見えたな。あー、でも、大竹丸とかいうやべえやつ来た。コンボスキル 2.1 だったかな、マックス。ですよね。まあ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 、ここはちょっと一条いきますか、一発。まあ、コンボスキルね、こいつかなり強いんで。スキルの火力はちょっと出ないんですが、一旦こんな感じにしといて。まあ、耐えれば次、ともるくんプラスリメットか、1条でいけますね。さすがにコンボ不意はいないと思うんで。あ、でも6あるか。あ、でもそれだったら、いけますね。2枚返しで。半分も切ってるんで。こっちでもやんの？ハヤトさん、ディートリヒト、タクハタ。そうですね。HP 若干、ステータスの差が若干と、陰の違いぐらいしかないか。キャベ太郎さん、こんばんは。イケボですね、という、なんか。非常に嬉しいコメントを集まって、イケボコメントを集まって、さあこれは飛ばして、やっぱ現逸、あ、現逸じゃない、一条コンボスキルは強いですね。コンボスキル一丁前に軽く出るんで、リュミエットよりも確か弱、お父さんこんばんは、いつもあります。中間ですとお疲れ様です。キノさんもこんばんは、いつもあります。さあ、噂をしていたらディートリヒとマッチングして、引き強い、どうするこれ。まあ初手は致し方なしのティリューティングかな。オッケー、そこは消せる。ロインさんもこんばんは。つくしさんもこんばんは。飯田さんもこんばんは。キノピノゲームズさんもこんばんは。いつもアナウンス。さあ、ちょっと引きが強くなりましたが、とりあえずティリューティング打って、まあ次はエキドナでいいですかね。さあ、本日は神のアタックじゃなくて、HP が、若干下がってるんで、そこを、突きたいところではありますが、ただこっちもね、アタックが下がっちゃってるんで。結局アタック下がってたら、HP 下がってるのと変わんねえ説ありますけど。さて、これは、まあまあ、いや、でもこれ種類揃いたいけどな。ただ、回復はあまりしたくないんですよね。まあでも、エキドナは置くか。キノピノゲームズはなんとか、お、なるほど、新技しっかりとゲットしていきます。どうすかな、新技。使いやすいですか、使いやすいっていうか強いですか。ダメマス結構いいところに出ます、それとも思ったよりですかね。ダメマスがね、どのようにね、活躍するかがポイントですからね。今回の新デッキというか、まあ、ダメマスの新キャラに関しては。さて、相手に点結広げられまして、これはコンボスキルどうしよっかな。回復で粘りたくはねえよな。いや、どうしよう、マジで。まあ、X 行くか、これ。まあ、正直1条使ってもよかったっすけどね。まあ、あとコンボスキルがそこまでまだ強くないっていうのと、あとはまあ普通に合戦カットされるっていうのあるんで、まあ、こうしましたが、あ、キノピノゲームズあれです、まだ使ってないですね。まあまあまあ、でも、
どうなんですかね、実際。ちょっと未知数ではありますけど。スイレンか。まあさすがにここは種類揃えていくか。どうしよっかな、これでいいかな。どうなんでしょうか。え、しびじぶんさんもこんばんは。グレタさん、環境で一色しかないね。アンミカ、どういうことですか、それ。ちょっと、そのネタが、イメージわかんないですけど。アンミカとは？さて、相手、ビーナスイングっていう句、言って、ちょっと待って。ダブコンか。ダブコンは許容できない説あるか？いやでも原因、いや一条行くか、これは。いやちょっと火力微妙だな。いやここどうだったんかな。普通にニルスの方が強かったかな。お茶の実さんこんばんは。サンタさんもこんばんは。いつもアナウンサー。なるほど、焦りで出なかったと。なるほどね。まあ、確率 0.75% ですからね。まあ、普通のピックアップと同じぐらいなんで。さあ、ダブコンではありますけど、相手この1時をどう見るか。ツイッターがないんで、今のところあんまり火力は出ないんですが、そうなっていく。かなり火力出るか。さあ、4000ダメージ。食らっていく。リュウメイト来ましたね。うわ、そうなるか。ちょっとさすがに回復優先したいな。あーでも一条コンボ使うとまたダブコンか。どうする。いやーでもちょっとさすがに、さすがに回復は重めに入れたいですね。さあどうだ。次リュミエットはさすがにツイッター来ないと無理だな。一応マロニーのコンボスキルは使えるんですけど、とはいえなんで、まあ、ここで飛ばされるっていう説もありますけど。月下さん、真剣、あ、なるほど。あ、月下さん引いたんですね。ロインさん、マイティ手に入れること、あ、なるほどですね。ついにテンプレを組めてきた。おっと、それはどうだ ?3000 とアタックと周期のちょっとダメージ入るんで、飛んじゃうかな。ちょっと生きてほしいですけどね。一応耐えた。オッケーオッケー。そしたら、一番これ軽く出るのはさすがに一条なんで、いやーこれ飛ばせるかな。ツイッターゼロでしたね。結局ダブコンとかはないんで、さあ一条のコンボスキルを2回使っていく。さすがにいけるか。どうだ、ちょっと足りないかな。いけ、オッケー、さすがに飛ばしていく。一条やっぱコンボスキル強えな。オッケーオッケー。うまされちゃう感じっていうか、普通にあれですかね、盤面全部埋まるほどダメマス作れます。ハイさんこんばんは。タジマンさんこんばんは。キラさんもこんばんは。モーさんもこんばんは。モリモリさんもこんばんは。いつも話す。ポイント落とし会ではないですね、今日は。まあ、どれだけ伸ばせるかっていうところも一つありますけど、まあ、今日はね、一時を使っていくね。毎回現逸って言っちゃうな、こいつ。毎回現逸ってなんか言っちゃうんですが。ヒップノスね。おっと、トゥールラナリ？トゥールラナリか。エキドナ来ましたが。いやー、エキドナ変置きかな。でも、ももさん、ためますデッキは良くも悪くも引け、なるほどっすね。まあ、今のところ S5 にちょっと頼っちゃう感じですかね。モリモリさん、残機ゼロ条っすか。マジか。残機ゼロ、ゼロ条ちょっと、頑張ってほしいですね、確かに。いや、ゲイボパイセン来たけど。いや、でも引き強いっすね、これ。どうする？いつ何置くかだよな。いや、ゲイボルグ来たらゲイボルグ打っていいかな。まあ、一応、エキドナのコンボスキルも強いっちゃ強いんで、まあ、でも正直、エキドナとあれだな、ゲイボルグ逆だった方が良かったっすね。逆の方が良かったんですけど、まあ、一条 E の5に置いていく感じかな、そっちね。ここはある程度コンボスキル強くないとな。まあ一条って言っちゃっていいかな、これは。
ちょっと S3 連打になってますんで、あの相手のこれからの S5 に非常に注意ではあるんですが、キラさん最近思ったことがあります。ニルスが S5 マン、そうですよ、ニルスはマジで強いですよ。相手アンチヒール使っていく。ヒプノスのコンボスキル2回食らえんのかな、これ。あれ、ヒプノスのコンボスキルって何でしたっけ。自分の駒か。だったら攻めちゃっていいかな。アンチヒールなんで、こっちからちょっと攻めていくか。ちょっとご利用していきますわ。まあ、ゲイボルグいるっていうのもありますし、いや、フェイルノートか、それはやべえか。そこに登場していく。リメ、まあリメット打っちゃっていいかな。今回 S の差がすごいですね。まあ問答無用でいきますか。問答無用で攻め立てて飛ばしていく。これちょっとひどすぎだ。 S の差がひどかったっすね。 S2 と S4 はちょっと圧倒的すぎたな。いつも話せ。アズリエル引いたけど、あ、本当ですか。アズリエルやっぱりちょっと微妙ですかね。てか、あの、コヨミンさんリーダーで採用してます？それとも、あの、サブで運用してます？そこによってまたね、あの、話が若干変わってくるとは思うんですけど、おっと、強発のマフェリカ。まず微妙だったか。なんか、アズリエル強いっていう人と、あの、微妙だったっていう2つの説があるんですけど、実際どうなんですかね。僕もまだ対戦したこともないですし、まあ、当然使ってもないんで、わかんないですね。あ、どっちもやりました？どっちの方がまだ、あの、しっくりきます？コヨミンさん的に。オッケー、引き順調。ユーシーさんですよね。戦撃で本当に勝っていけるの嬉しいっすね。本当に草の根からね、僕かき分けてきたんで。どの立場から言ってんだっていう感じですけどね。一体どの立場から言ってんだっていう感じはしますが、まあ、でもね、あの、戦撃に関してはマジで初期からやってるんで。ちょっとね、火炎に関しては、あの、僕、あの、流炭火炎が登場し始めたぐらいから、スタートしたんで、まあ、第2期、第3期生ではあるんですけど、戦撃に関しては、マジで第0期生まであるんで。オリンさん、もし、戦撃個数も、操作できたら、そうっすよね。それは逆に強すぎないっていう。今、この構築できて、戦撃のその種類まで選べちゃったら、さすがにやばいっすね。さ、これマジ騎士になりそうかな？うん、これマジ騎士でいいっすね。というのも、あの、相手ロックいるんで、ちょっとイオラ出したくねえけど、でも種類揃うんだよな。さすがに種類は揃えとくか。まあ、ロックに関しては、まあ、一番下が、あの、イオラなんで、それはリリースはしたんですけど、まあ、オーラ下さえね、抱えていれば、なんとでもなるんで。いや、でもバフォメット強えな。アタック高っか、そんな行くか。さすが、アタック上がってる補正ありますね。てか、一気に削られたな。まず。負け筋はロックからのフィニッシャーか。ただこっちもこれで軽く出しまして、ロックフィニッシャーがきついけど、まああと村正かな。そっちか。まあでも火力は確かにそっちの方が出ないのかな。1畳4000。ちょっと待って、これちょっと待ってくださいね。ニルスは3800なんだよな。1条が、これ、ともるくんのが出るな、多分。アタックともるくんのが高いですし、ともるくんの月の方がこれ、花よりも軽く出るんで、現逸のコンボスキル的にこっちの方が出ますね。オッケー、しっかりとかっていく。200プラス200マイナス3なんで、多分アタック差かな、これ。